皆さん、どうもよろしく頼むし、ロボットです。では、今日もダイバーリメイクね、やっていくんですけど、今日は火曜日のドラゴン TK です。トラッキーをしていきます。火曜日のドラゴン TK です。勝ち残るの前にね、こっち、ことぶき全部はできないんやけど、木曜日くらいまではいけるかな、なんていうね、手でね、ちょっとやっていきましょう。何よって、ここのテレビ、ことぶきの中のトレーナーね、曜日で変わるんで、今回カメラマンですね、火曜日なので。いい感じのトレーナー発見、出力しちゃってもいい？はい。ということで、カメラマンの滝を、一匹だけなんですけどね、これのためにちょっと行っております。これのためだけに、行っておるかな。帰るようになったから、ほとぶきの中で戦闘しだしたら嫌な予感がするけどね、激凛したらね。なのでここはあえて神速で配慮して、配慮に配慮を重ねた結果、神速で終わらせる、そういうことですね。はい、ということで水曜日に移行しますね。カメラが甘たくてうまく戦えなかった。前ね、ここと戦ったのは金曜日だったんですよ、金曜日ね。なのでこれでとりあえず今回は終わって、水曜日またやっていきますね。こんな感じで、まあ多少ちょっとね、帰ると戯れますね。くるっと回転した。あ、かわいい。かわいいの。かわいいの。ということで、水曜日移行します。さて、今日は水曜日の19時55分らへん頃に差し掛かっております。まだ48分ですね。7分早かった。7分早かった。なんでこの時間帯にやりだしたのか。ちょっとした話をさせていただきますと、海流ぐるぐる回らせつつ話させていただきますとね、このテレビことぶきのやつは戦うんですけど、他にね、おまわりさんとかいるんですよね。戦ってないところね、そこもね、戦いつつやっていこうかなと。夜に、多少夜になる時間帯にと言い始めております。ということで、水曜日なんで、ピエロ、戦っていきましょう。さーてさて、今からワクワクポケモン勝負と、行きましょう。オーケー？はい。そうだね、なんとなく、すごいことしちゃおっかな。どんなすごいことをするというのか。ピエロのチャック。そのバリエードにチャックあったりして。やめよう。怖いこと言わんと怖い。いや、しかもバリアとか、まあな、レベル低いからいけるんやけど、神速でいけるんやけど、でもすぐ終わっちゃうんでね、55分とかでもね、よかったんですけどね。おろろ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 、なんだ日浦剣心おろとか言いますからね。ピエロのメイクは泣きながら笑っている顔。それが全てだよ。知ってるよ。さて、あと何をするか。まさかあんな氷の木は覚えてると思ってないで。んで、ここで、どこやったっけな。トレーナーズゾーン、バトルやな。2階やな。2階でね、スペシャルアップ系をちょっと買っていこうかな、と思っております。上かな？ですね。攻撃、すごいな、すごい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 、すご
40個、6つ以下、合計が80個買っとこう。全部10個分ね、これ買っておきますね。ヨクワタールも4つ使っといて、使っといてって買っといて。まあ、これでね、とりあえず最低限の準備は整ったかな。あとはいらんかな。まあ、剣の前やるんであれば、竜の前ね、覚えれるんで、そっちにする、かもしれんけど、とりあえず、終わりかな。こんな感じで。水曜日の夜は更けていくのである。どういう更け方やねん。で、あとちなみにね、言っておくと、シャイニングパール、ホンロムの方。のね、図鑑がね、あと1匹のところまで、2匹か、のところまで来ました。進化系含めて。うん。ようやくやで。でも、あと1匹が出てこないのよ。ノズパス。あ、そういや、この中も入ってみるか。ドバルに来たわけだし。服買ってこうぜ。レザージャケットいいよな。いや、設定とか言ったか。ピカチュウパーカーとか、オーバーオール、そこら辺を別に、レザーいいよな。なんか髪型好きだわ。うん、髪型好きだわ、この髪型。なんか大人びてるやん。ちょっとな。そういうのがいいよな。やっぱ。で、夜待ってるんやけど、今は55分ですね。はい。あと5分待ちましょう。今日は水曜日ね。ああ、夫からもらったワンピース間違って洗濯してね。死んじゃったのよ。しょんぼりだわ。何かしょんぼりするようなお話はないかしら。そうだ、ジュリンバってポケモンいるじゃない？うん。私の知ってるジュリンバ、もうちょっとで進化できるってところで、栄養の詰まった玉をヌックルに追放漏れたらしいのよ。うわ。やだ。とてもしょんぼりしてたから。私こう励ましてあげても、また一からやっちゃれんぼ。いや、やめろ。もうそれ、やめろ。この時間帯にそれやめろ。笑ってしまう。なんちゃって、あはは。ねえし、あははじゃねえし。てんてんてんなるわな。なるわな。あんまりしょんぼりしないで。ごめん。いつも俺言ってんのをしょんぼりしてんのかな、みんな。よかったら、これあなたのポケモンにどうぞ。リコはしょんぼりボンもらった。嫌だ。嫌だ。しょんぼりボン帰りよりつけてあげた。嫌だ。えってなるよな。うん。1分です。ということで、移動しておこう。どう思う？まずここよね。この212番道路。移動してる間に夜になると思うんで、このまま行きます。このまま行きますね。さてと、よし。あ、変わりましたね。ちょっと待って。使っとこう。出てこられても困るし、ゴールドスプレーは。で、海流のね、激凛のね、PP をね、アップさせるかどうかちょっと迷ってんのよね。けど実際ね、なくなると思うんだよ、PP。なくなると思うんや。よし。その前に、ここを戦っていこう。夜も安全ですよ。あれ？あれ？ここ戦ったっけ、俺。あれ嘘、まさか1時間後また来ないとダメとかある戦ってなかったよな、ここ。あれあれってあれってなってますね。え、まだ夜になって9時くらいかな、ね、それからまた取り直すわ。嘘、夜になってやん。まさか9時から。あ、ワンチャンある。
やらかした可能性が。それやったら、ちょっと、まあいいかな。読みた方がいいまである。が、どうなんだろうか。こいつ、ここですね。あ、動き終わってない。いや、誰だ？そこで何をしてる？あ、やっぱセントリーになるわ。あれ？さっきです。やってたっけ、俺。ってなってね。怖い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 。いろんな意味で怖い。夜なってますけど、いや、まさか毎回行くと戦闘できるとかな。ありそう。うん。8時にちょうどなったから、その時はなかったけど、42やろ。激レンジャー。夜が帰りを起こる時間帯やぞ。あ、生活リズムいいからな。帰るよな。何夜起きてんねん。何夜起きてんねん。ゴールキーメン。いや、そういうことじゃないんやけどな。昼夜問わず、ね、厳選してる人もいるやろうけど。おまわりさんとかはね、違うと思うな。ちょっと、おじさん子別れたからみんな怪しく見える。怪しく見えちゃうか。どんな。で、あとこっちよね。もう一回行ってみよう。あれなんでさっき、戦闘できんかったやろ。めっちゃ怖い。七不思議やん。七不思議やん、完全。なんで？もう一回つけていこう。ならば。不思議な目、12個あるんでね。それやってもいいかな。よし。戻ってきた。喉も重かった。さて、もう一度。やってまいりました。怪しいトレーナー発見！怖い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 。あ、まさかさ、変わった瞬間に同じフィールド上におると、反応しめさん系？反応しめさん系思われてた。なんて思った。さっき来たのに全く反応なかったんやけど、なんだろう、怖っ。まあ、ここは、円盤で行きましょう。雨降ってるから、まあ、ちょうどいいやろ。ちょうどいいやろ。ちょうどいい難易度の。威力になってるやろ。丁寧、ちょっと、言ってますね。はい。だってこっち強すぎるんだもん。40以上やったら激レンとかあり得るけど。なんか20ぐらいやったら、ちょっと手加減してしまおう。本当に。あ、イエスタに負けた。では、ポケモンリーグに飛んで、木曜日に移行しますね。移行しますね。木曜日のドラゴン TK さん、この先よろしくお願いします。では、今日13日、朝の10時1分です。朝というかもう、昼間になっていく時間帯ですよね。ドアアップにして終わらせていきますね。ってことで、今回はですね、ちょっとことぶき、まず、行きましょう。ことぶき、まず行きましょう。まあ、その前にこいつを、ナイトルを、手持ちに入れて、そしてことぶき行って、ダブルバトルね、今日あるんで、そこからね、始まりますね。その後に、ポケモンリーグ、挑戦に行きたいと思います。でですね、土日月、まだね、この時まだ取れてないんですけど、の、順々にね、土日月やって、ここのね、やつやって。お、僕たちってポケモン勝負始めるかい？
はい。カメラの前だからって緊張しなくていいよ。インタビュアーとカメラマンのね、二人いるんで。ユミとタク。タクユミ、ユミタク。どっちかな。まあいいんやけど、どっちでも。やっていきましょう。ここでね、激凛するのはちょっと性には合わんの。合わんというか、良くないかなってちょっと思うんで。まずマリルから。で、殻に困らせとこう。引きこもっとき。新宿ぐらいやったら、テレビことぶきの中でも、大丈夫やろ。っていうね。手ですね。さて。殻にこもらせる、引きこもらせておく。ウパー雨乞いされる。でね、ちょっとね、報告別にせんでもいいんやけど、ちょっと環境が変わるかなって。この、まあ、炎のパンチでいきましょうかね、これは。環境がちょっと変わるかもしれない。この、撮る、録画の環境がね、生活が一変するような環境の方ではない。ああ、あなたならタレントでもやっていけるわ。マジで？僕は見た。僕たち、カメラは見た。僕たちの敗北を。カメラ見ちゃった。よし。とりあえずこれで、ナイトルはもう、お役ごめんですね。クリアまでは。クリアするまでは。知るのは2勝ち抜くまでは。このファイトエリアの方もね、やっていきますよ。ジェントレーナーって言ったからさ、このここもね、できたらやりたいけど、ファイトエリアのここね、一匹で無理や、一匹だけエントリーさせて、それでできるんやったらいいんやけど、できなければもうそれはやりません。三匹、まあ、いるっちゃいるけど、無理があるかな、ちょっと思ったんで、そこはちょっと先やっていきます。では、準備は万全なんで、あと取れなかったなって言ってたけど、6000人か、あれなんでこんなに減ってんのやろな、なんでこんな減ってんのやろな。あれ回復の薬が100個ある。しらじらしいかな。しらじらしいかな。まあ、買っておきました。昨日終わった後にちょっとね、ワンタンの薬と回復の薬をね、で、ディフェンダーとかね、そこら辺も15個ね、買ってますんで、これを駆使して、戦っていきたいですね。危ないところあるんでね。まあ、とりあえず最初に、セーブだけは、書きますね。やっぱさ、リーグ直前って書きたなるやん？竜の差がなんですよね、これ。人間の坂かな。よし。もう、また来たで。はい、よっと。ムーンリーグへ。僕は四天王のリョウです。よろしく。なんやろ、デジャブ完全だ。なんやろな。あ、僕、虫ポケモン好きなんだ。だって、虫ポケモンかっこいいし、綺麗でしょ。そう、僕、虫ポケモンのようにパーフェクトになるため、ここで、挑戦者と戦っています。では、相手させてもらいます。さて。リョウくん、やり合おうか。虫ポケマニアの。虫ポケマニアというか、虫捕り少年が、して脳裏になっちゃった感じかな。だからリョウってつけられた。ちょっとね、いっちゃうよね。ほら、円盤じゃあ、楽じゃあ。楽そのものじゃ。でね、ちょっと、この時に言うんやけど、戦闘中にね、シロナに行く手前でレベル5ほど上げたいと思います。それだけ言っておきます。うん。不思議な雨でね。不思議な雨でね。10連撃をお見せしましょう。
お見せしましょうって。お見せしてはダメ。こっちが蹂躙されるかもしれない。ちょっとレベル上げないとね。うん、白のまで行った場合の、ね。ことを先に言っておきますね。足元使われんぞ。まあここら辺はね、円盤で、まあ、一撃かな。B クイーンはちょっと危ないけど。ほら落ちないんだ。落ちないんだよね。これが。で、お盆の実食って、何か、つぼめ返ししてくるのかな。どうなんやろな。防御しれ、うわやりよる。今回の量やりよる。やるかな思った、なんとなく。うん、攻撃指令もあるからな。危ないな。攻撃上げられたらやばいな。まあでも、落ちるから、落ちて、よかった。よかった。ああ、よかった。焦る。ほんと焦る。ナイスドラン。ナイスドランではないんだが。おっしゃ、あとは激レンジャーおるやレベル70のドランの、怒りの方法を聞け。でも回復の薬使われるんだよな。悲しきかな。救助当てられる。まあ、ここら辺はね、まあ、まだ生きるかなっていう。ほらね、回復の薬使うやろ。使うやろ。3回頼むで、激鈴。あと2回。あと2回頼むで。いや、いかんない。おい、おい。はぁ。はぁ、てぬるわ、ま。これはもういい。ここはもう回復薬使う。うん。ミコも使って、向こうも、リョウも、回復の薬使うと思うんで。使うと思うんで。うん。ですよね。知ってた。知ってたことや。うん。お互い様よ。お互い様よ。ほら、激レンジャー。ああもうちょいやるな。うわうわって出るわ、ほんま。よし。もう一度激レンジャーで、ドラー。そういえば、ポケセンに立ち寄るの忘れてた。今思い出した。なんか、激レンの数おかしいな、思って。だけど、虫ポケモンの素晴らしさ、ポケモンリーグの凄さ、そしてポケモン勝負の奥深さ、君に伝わったとは思う。だいぶ伝わってる。だいぶ伝わってる。一番美しく、一番強い虫ポケモンで負けたのは僕が甘いからだ。よし、鍛え直します。ということで、応援よろしくです。じゃなかった。次の部屋にどうぞ。ああ、知ってる。三人待ってんの知ってる。前回、キクロにやられてん。もう、あいつはほんまやだわ。もう、いい傷薬使っとくか。なくすためにね。でや、次で、ここら辺何か使うべきやね。よく当たる。マスボ残ってんだよな。どうしよう。まあ、いや、行こう。マスボ残ってんだよな、ほな。どうしようかなってなるわ。送っておくべきか否か。悩みどころではあるが、とりあえず、おやおや、かわいらしい、それでいて頼もしいトレーナーだね。あ、私は聞くの。特に大事にしてるのは地面タイプのポケモンね。ほほほ、じゃあおばあさんがどれだけやれるか見てあげますよ。攻撃と、防御。と、急、気象。のやつ使っていきますかね。これ、ヌオーか。やばいな。ヌオー、何をしてくるのか。ストーンエイジとか覚えてないことを願って、ちょっと、バックから。防御ね。ディフェンダー使うでしょ。まずディフェンダー使います。特防も開けとこう。うん。そういうことせんとこれ勝たれへん。あ、波乗り波乗りングヌオーの波乗りングやな。じゃあ、これで、特防を上げる。で、あと攻撃を上げて、んで、毒
よくはやめーけー失敗させないと出してほしい。なんだこの害悪。まあいいや。今はね、攻撃ちょっと、あと一個、攻撃だけ上げておきます。蹂躙撃をお見せしましょう。蹂躙撃をお見せしましょう。これで準備は整ってはまだない。毒なんだよな、まだ。まだ毒なんだよ、ね、毒、ちょっと、あ、ナイス。かわゆいの、かわゆいの。これ、新速いけんじゃね？ワンちゃん、落ちる可能性。まだしたくらい。オッケー、いった！ナイス。あ、よし、急所だ。急所やからか。うん。うんってなるよね。うん？うんってなるよね。水地面やろ？アクアテールいけるんやけどな。ちょっと、当てるか。おらー！いっとけやな、蹂躙撃をお見せしましょう。入ってます。無双入ってます。なに？うっそー、こいつ怖いんだよな。いや、ワンチャン死ぬ可能性あると。ストーンエッジで。いや、そうか。こっちこに攻撃2段階上がってるから。いや、モロハの突きされて死ぬかなと思った。一瞬な。さて、あと2匹か。まあ、ここはアクアテールでいいでしょう。おらー、いっとけやー、あーい、やはり、やはり、頑丈。うわ、よっと、よーい、セーフ。セーフ。セーフやな、お前。とりあえず、カバルドンでね。激流にしていきたいから、ここで、円盤を一回撃つ。もし、二回だったら嫌から、ここでアクアテールをもう一度撃っておく。当たらない！あ、やばい！あ、でも大丈夫。それはね、攻撃、防御と特防に何回上げてますからね。そういうことよ、つまり。そういうことよ、つまり。だよな、うん。そうなっちゃうよね。ほんとね。カバルドンじゃー、カバルドン来ちゃったー。吹き荒れらす。ま、大丈夫大丈夫。あかん。ナメプー入ってるかな。ああ、いった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 。ああ、ああ。カバルドンどうまい、どうまい。やばいな。これは、蹂躙撃見せちゃったかな。大したものですよ。ポケモンがあなたを信じて力を出し切っての勝負。あげたのに思うぞ、ほほえんちゃうわ。砂嵐の中言われてもな。大したものね。ポケモンと人が力を合わせて勝ち取った勝利っていいわね。それこそが強さね。あほほほ。あなたたちならどこまでも行きますよ。ああ、よかった。突破できた。氷の木はめっちゃ怖かった。言っとくけど。前回。はぁーってなって、九州にまだ出した。オーバーね。ちょっとここで PP 回復させっか。うん。そうしよう。ヒメリの実は使ってはいけない。よし。二個を使っておくやろ。どこかな ?PP。マックス。こんだけしかね。あ、いや。エイド使っとくか。あ、いや。あ、いやーってなる。すべてじゃない。PP エイダーがあんのか。いや、マックス。いや、どうしよう。いや、どうしようってなる、ほんま。あ、5回いけるけど、ちょっと怖いんだよな。うん。うん、こんでいいや。とりあえず。とりあえずこんでいいや。んでは、戦闘行こう。よ、トレーナー。いつやってくるんだか指折り数えて待っていたぜ。ナイスアディアのことはレンジの野郎から聞いたぜ。あいつの心に火をつけるとは期待が高まって仕方ない。オーバーとレンジはライバル関係なんかな。どうなんやろな。
ということを言いつつ、また、ギャロップ、あ、大丈夫ね。スマートフォンとか、開放事項しか覚えてなさそうやしな、ね。そんなこと言ってると足元使われんぞって。ことなんだ、ことなんだよな、ね。とりあえずね、ここまた、ディフェンダー使います。そして、スペシャルガードも使います。んで、うわぁ、まあ大丈夫です。いや大丈夫ですよな、ね。催眠術とか覚えてんの？催眠中かや。攻撃もね、ちょっと上げときますね。で、スペシャルガードを後にやって、よくわかるもんやろう。うわーやな、お前。言われそう。すごく言われそう。けど、それぐらいせんと勝てない。うん。勝てない、ほんとに。スピーダーはいらんかな。特防を上げて、そして、まあ大丈夫よね。うん。ナメプ入りますよね。横あたりちょっと使っとこう、これはね。あとね。オッケー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 。さすがに、使いますね。うん。オッケー。これで準備は整ったぜ。いや、まだや。回復の薬で。起こしてから、ドランの、アクア、テールが。水をしたためるぜ。ちょ、間違えてやってもらおい、やるぜ、行くぜ行くぜか、避けるナイス、ドランナイス、幸先いいね。ほらギャロップ行っとけや。よし。俺の勝利は近い。俺の勝利は近いぞ。ボロダモ。ハバネール出してくる。いやー、ワンチャン、ストレージ置いてる可能性あるから、ちょっと怖いな。まあ、円盤で行くんやけどね。ほらアイアンテールされる。防御上げられる可能性あるけど。まあ、回復の薬使うよね。知ってた。うん。めっちゃ知ってた。使うやろな。予想はしていた。ほら、アクアテールじゃん。うん。体内。回復の薬で使わせて、からのやね。希望を持たしといてからの落とす。ドSが、なところが出てきているけん。について。うん。あと3人か。どうしよっかな。ここは新速でいっとくか。ほらー、うわ、もう、うわ、やられた。やられた。どうしたん？全く痛くないけどな。なんやろな。いや、これ使うな。いや、これ使うな。うん。炎のパンチもやっとこう。75やから。ちょうど残って、新速で、ちょうど黄色いところで残ってくれて、いやー、あかんかった。あっ、あっ。これはやらかした可能性。ここで新速、あ、いや、使わなんだ。回復の薬切れたか？オーバー切れたか？切れちゃいましたかね？お、フワライド。フワライド？よし、ここで、激レンジャー。ドラン激レンジャー、怒っていいんだね。怒っていいんだぜ。誘惑でやられるが、君の熱い感じる。勢い感じれ。熱いじゃねえ。すごい。え、嘘！向こうの方がいる！大丈夫でーす。なんでってドラゴン入ってるから。おらー。おかさるなんてなんて、あれー。気合の出す気。この状況、燃える！燃えてきた！ド M か。いや、どういうもんか、あんた。あんたの薬でいい？あ、じゃあ、あかん。あぶねえ。回復の薬にしとかんとねえ。ここはね。よし。
これで混乱プラス HP も回復して、雷パンチ何それ、何がしたいんかな。あとはアクアテールで、よし、じゃあな。うん、足りない足りないね。いい感じだね。なあ、なんだってんだよ的な感じの。ライバルを思い出すこのムーブ。マスカ、マスカの敗北だ。見くびっていたわけじゃない。だけど負けると遊び中にも思ってる。君と君のポケモンすごいぜ。すごいのか、そうか。燃え尽きちまったぜ。燃え尽きすぎやろ。ここで新速をやっとくね。で、ちょっと、また。満タンのくす、あ、違う、違う、危ない。いや、じゃあすごい傷薬でいいんだ。いや、いい傷薬あるか。これ使っとこう。よーし、いい感じになくなった、いい傷薬が。次、五葉戦ですね。エスパーでしょ。向こうの方が早い可能性もあるから、スピードアーム使っていかなあかんな。まあ、とりあえず、戦っていこう。これはいいタイミング。ちょうど本を読み終えたところでした。では、自己紹介を。私はご用、使うのはエスパータイプ。それにしても、ここまで来るとは相当な実力の持ち主。四天王最強と言われる私も全力で戦わせていただきましょう。全力で、全力で来るがいい。我がドランの前にひれ伏すがいいわ、ごよ。っていうな、こと言っておくな。バリアーはやばい。これ、マジカルチェンジとかされる可能性あるから、ちょっと先にスペシャルガードから入りましょう。まあ、そういうことやな。うん。まあ、そういうことやなってなるよな。うん。特防をね、やっとくよね。スペシャルガードでね。よし、ブーンと上がっとく、上がらせて、あ、リフレクター、あ、大丈夫、そんなことしてて大丈夫かな。こ、ちょっと危ないと思うんで2個使っときますね。うわー、だわい、うん、光の壁、あ、何それ、何してんのかな。まだまだ攻撃しないけどな、向こうも着々とやってんな。防御曲げとこう。そうしとこう。防御の方は一個だけにしておきますね。ほらな、マジカルシャイン来るやろ。知ってんねんで。知ってんねんでってやつやな。自己暗示とかされたら終わるけど。終わるけどな、ほんま。急所に当てるのも使っとくか。クリティカット。ね。それがいいよね。あ、何それ。ちょっと痛いかな。よく当たるもちょっと使っとく。いや、よく当たるじゃね、スペシャル、いや、クリティカット。あ、スピードも使っとかんとな。オッケーオッケー。ごめん。こうなるって、やっぱ。うん。ん？どうしたんかな？どうしたんかな？スピード使ったから、クリティカットね。使っていきますね。それでは。蹂躙劇をお見せしましょう。蹂躙劇をお見せしましょう。もう一段階上げてもいい気もするけどね。攻撃の方ね。もう二段階か。ほら、満タンの薬で使ってから蹂躙劇始まりまーす。ね、なるよね、そうね。まあ、そろそろリフレクター切れる頃合いじゃないかな。いや、まだか。なら、ブラスパワー、いつの間に使っていた俺は。そういうことしちゃうよね。切れる頃合い見計らってね、攻撃しようと思ってるからさ。うん。なくなる、おいうわ、やろ、うわ、ってやつやる。
バリアード新作だ、どうだですよね。いや、これ急所かい。クリティカットにあるやったからね。それもあるんやろね。いや、急所かい。あ、チャーレム、あ、降臨してくるかな。ショーパンしてくるかな、ショーパン。こっちは円パン持ってるけど。どれで行くかやな。まだね、嫌やから。激凛は。アクアテールじゃ、うん。かわいいね。トホー、ナイス。ナイス急所。ナイス急所。素晴らしいよ。あ、ふわーで、お、カミッペラが出てきたわ、カミッペラが。防御カミッペラのやつ出てきたわ。なら新速じゃ。なら新速じゃ。ダメだこれ。ダメだこれは。ナメップ。ナメップ。ナメナメップ。ナメナメップ。めっちゃできるっす。やばいっす。うん。あと2匹ね。オッケーです。ほら、激凛じゃ。キリン的に激凛怒ってやれ。後ろの、キリン力の尻尾の方に、怒ってくれてへんやねん。っていう感じやね。お、72に上がる。3つか。つまり使うのは。うむ、さて、ここからどうしましょうか。どうたくん。鋼エスパーですね。どうなるやろね。落ちるかな。落ちるかな。はい、落ちました。はい。ありがとうございます。急所に当たったしね。使ったらこうなるって。うん。これぐらい戦闘勝手も相手。うん。四天王というのは、そういうもんやで。そういうもんやで。なるほど。今までの三人に勝ってきた。その強さ本物ですね。いやー、本物なんかな。どうなんやろな。これであなたは四天王全員に勝ったわけですが、まだ終わりではありません。ポケモンリーグには私たち四天王よりもはるかに強いチャンピオンがいます。さあ、扉をくぐり抜け最後の戦いに挑みなさい。 OK、 挑んでこよう。の前に激凛にしとくね。うん、まあ、や、一緒やけどね。さて、ではラスト、シロナラスト戦、シロナ戦行きましょう。誰だってそうなるて。一匹で縛ってやったら。元気にしてた？そう、天眼山のことを感謝しています。どんな困難にぶつかっても、ポケモンと乗り越えてきたのね。それはどんな時でも自分に勝ってきたということ。そうして学んだ強さを君たちから伝わってくる。さてと、ここに来た目的は分かってます。ポケモンリーグチャンピオンとして君と戦います。いいよ、来いよ。やってやるよ。シロナ、蹂躙させていただきます。ミカルギは何を覚えてるのか知らんねんけどね。うん。悪ゴーストなんでね、このままでね、ちょっと、やっぱり、また、プレッシャー払ってる。マジで？なら一発で落とさんとな。なら一発で落とさんとな、ディフェンダーから入ります。うわぁ、やる。仕様変わってるからね。昔はね、一段階だったんよ。こういうディフェンダーとかそういうの。アクアード？いや、マジか。そっちから入る。特防で、オッケー、スペシャルガードじゃ。悪のアドしてくるんならな。避けていく、あ、ナイス。ここは2段階ずつ、2個ずつ開けとこうかなと思ったけど、危ないのはね、あ、82、あ、大丈夫です。ちょっと危ないかな思うから、一旦ちょっと満タンの薬を。蹂躙劇をお見せする前の準備よ。準備よば。うん。
クリティカットすると攻撃とか関係なくなるからな。うまくいくかどうかはともかく。うん。これも使うし、とりあえず1個だけね、プラスパワー使っておきますね。うん。ふっ。映ってないからな。今な。向こうはな。特防下げる気満々やないか。シャドウボで下がりますからね。ちょっとスピーダーも使っとくか。エフェクトガードも使っとく。全部使ってる。全部使ってるって。うん。もうこれさ、一回下がったらね、またやりますね。あ、下がらない。オッケーオッケー。で、クリティカットやろ？いや、さっきのに使ったっけ？プラスパワーか。よし、クリティカット！ラストクリティカット。これはフィルムだけやからね。まあ、まだいいんやけど。ほら、今から蹂躙劇を見せてあげるわ。ミカルゲー。ほら、激レンチャー。最初から怒っていいんやで。白なの。悪タイプになんてな。よし、いいぞ。ミロカロス、ほーん。そんな悠長に、やってていいんかな？ゲゲレンジャー！怒ってやれ！不思議な目使わんかったけど、うまくいっている。使わなあかん、使いませんねとか言うといて使わってないっていう。もうこっちやってたからさ、いけるかなって、そう思っちゃったのよ。思っちゃったのよ。うん。あげてなくても。そういうことしちゃうよな。家畜の薬ちゃーい！ふっふっふ。じゃあ、円盤行きましょうか。ルカリオには。竜のほどしてくるよね。知ってる。俺、ルカリオマスターでもあるから。もうすでにルカリオマスターではあるから。うん。リュウの波動覚えてんやろな。ちょっと思ってた。ちょっと思ってました。うん。褒めてもらおうと狙って。急所じゃないっす。能力値関係なくなるのよな。急所やと、やっぱ。ロズライド大丈夫かな？そんなん出してて大丈夫かな？円盤のエイジキレスが何か毒の時で毒と。可能性あるぞ。うん、なるけどな。まあ、一発で落とせば、そんなこともないやろ。あるんやけど。それがあるんやけど。まあ、ならんかったから、まあいいや。ええで、行こう。トリトドン出してくる。おーん。おーんってな。トリトドンもアクアテールやったら絶対あかん。ここは激レンでいっか。え。よし！トリトドン撃破！褒めてもらうとまだ急所に当たる確率高すぎるー。フルデカットしとくからね。ここまで追い詰められたのはいつ以来かしら。ガブリアス、お前なんてな、お前なんてな、カエルの天敵なんじゃ。勝っちゃった。サメハラー、やられたー。一瞬迎えられたー。が、そんなのはヘレもねえぜ。あ、レベル上がりそうで上がらんかった。さっきまでの君は最強のチャレンジャー。そしてたった今は最高のポケモントレーナーとしてチャンピオンになったのね。ありがとう。シロナ様。ありがとうございます。お見事です。素晴らしい戦いだったわ。なんか、認められている気がしてならんねんけど、これちょっと違うんだよね。ちょっと、シルナさんごめん。ちょっとチャンピオン返上しますわね。ポケモンが最大限力を発揮できるよう応援しつつ、冷静な判断で見事勝利した。その情熱と落ち着き二つを合わせ持つ、君とポケモンなら、いつだって、どこでだって、どんな時でも、どんなことでも乗り越えられる。シルナさんとならどこでも、もうこれ以上やってこう。これ以上、いや、言ったら嫌な感じ。戦っていてそう思ったの。新大地方の新しいチャンピオン誕生で、ちょっと、はい、変動した。さあ、そのリフトに乗って。ああ、自動で、ああ、乗っちゃった。ああ、
やばい。やばいよ。返納したいです。はぁってなるわ。この先にあるのが殿堂入りの部屋。お、七かまど、来たね。ミコ、さっきの戦い見事だった。見てたんかい。後ろつけてたんかい。あら、七かまど博士。うむ。ポケモン図鑑の手伝いを頼んだことここまで来た。その成長を見届けるのが当然だろう。ミコ、なんというか大人になった。すごく頼もしく見える。相変わらず子供がお好きなんですね。やばいって。七鎌田博士もどうぞ。狙われてるって、ミコが。七鎌田博士に。そういうことじゃないんやけど。久しぶりだな、ここに入るのは。私がチャンピオンになってた時だとすれば、かなり昔のことですね。18年くらい前かな。42歳だから。うん。なんて思うね。こんな白髪じゃなかったんやろ。さて、ミコさん、この殿堂入りの部屋に。刻むのは君たちの名前。残すのはここに来るまでの旅の思い出。さあ、ポケモンリーグの厳しい戦いを勝ち抜いた。君と共に戦ったパートナーのポケモンを、このマシンに記録しましょう。一匹だけですね。闇竜。闇竜ドラン。闇竜ではないけど。悪タイプ覚えてない。おめでとう、ドラン。終わりました。シンプル。シンプルイズベスト。ですね。プレイ時間22時間12分ってことかな。ちょっと分かってない。終わりましたね。区切りはここでついたかな。って思うんですけど、まあこの後もね、全トレーナーと戦う旅は終わらないよ。うん。終わりませんよ。ちょっと、コントローラー置きますね。音になるかもしれない。とりあえずね、トレーナー戦は、やろうと思う。目があって、勝負始める系のね、話しかけても、やらないといけない奴はいるけど、そういう奴相手に、そういうトレーナー相手に戦おうとは思うけど、バトルとはどうなるかわからんのよね。ちょっとね、さっきも言ったけど。バトルタワーね、一匹でね、できるかなってちょっと不安なんですよね。で、不安というかシステム上できんのかなって。俺的に。一匹じゃ参加できませんみたいなことになったら嫌やからさ。うん。それやったら、まあ、もう、諦めるわ、そっちは。しょうがないもんな。だって、一匹だけやもんな。まあ、それで、もしね、戦えるんであれば、戦いたいとは思う。うん。思うけど、どっちやろね、ちょっと知らんのやね。そういうところらへん。一匹で初めてやったからさ、今回。うん、その、過程で、すごく、あ、二人同時じゃないとわかんねんな、二匹いないとダメやねんなっていうところが、何箇所かあったんでね、三匹いないとダメなんじゃないかなってなんとなくね、ちょっと思っちゃうんですよね。バトルタワーね。なので、バトルタワーに先に入っていって、確認しましょう。これ終わったら。いや、本当にね、知らないことだらけだわ。一匹でやるやつなんておらんもんな、まずな。まあ、過去にはいるけどね、ポッポとかでね、やってる人とか見たりしたけど、ちょっと見たりしたけど、そういうの。今回初めてダイパリメイクで俺こういうのやってみて、しんどさが分かった。いや、マジで分かった。まあまだ旅は続くんやけどね。うん。
全トレーナーですからね、224番道路、チャンピオンロードの左の方も、いや、右やね。左は何もない。何もない。右の方を、ちょっと、行ってトレーナーも戦わなあかんし、ファイトエリア、周辺の場所のトレーナー戦もね、やっていこうと思いますよ。まあ、アイテムとかはまあ、終わった後に、いっぱい取る感じでいいかなって思う。うん。でですね、ちょっと一つ言っとかないといけないことがあるんですけど、ポケモン、レジェンズアルセウス、やりますよ。やりますよ。うん。そのために、足早になるんですけどね。うん。この後のトレーナー戦は。だから、アイテムは、もう取りません。それは言っておきます、先に。気持ち悪いなって思う方もいるかもしれないけどね。取らんのが。うん。取りません。トレーナー戦オンリーでいきます。この後は。もう、お守り子は持たせてるからね。持たせてますからね。それで行ったのかなって、全部、思ったんですよね。それ、ゆえの、ドーピングアイテムですよ。ドーピングアイテム。ドーピングで戦闘中に使うドーピングアイテムです。あ、また復活した？また復活しました？金？順天の3匹。やろうね。あと、リアルガか。リアルガも復活してそうやね。で、すべて終わったらね、色違い粘ろうと思います。リアルガ。すべて終わったらね。まあ、そういうのも、出すかな。うん。動画にして、多分、ようわからんけど。シャイニングパールの方出してないけどね。うん。まだやってないからね。いや、捕まえはしたんよ。うん。終わったね。うん。終わりましたね。うん。わかった。あ、じゃあ、撮影してもらった。